ニュースマグビです。11月9日に開催される天皇陛下ご即位をお祝いする国民祭典、そこで嵐がライブを行うことが発表されました。20万人が来場するとも言われるこのライブ、予想される会場マップの様子がこちらです。高級ホテルが立ち並ぶ皇居周辺、中でもパレスホテル東京は19階にあるクラブラウンジのテラスから様子が見える可能性があるようです。その他、丸ビルの35階、36階には皇居を一望できるレストランもあり期待できそう。ホテルやレストラン以外では皇居前広場に近い和田倉噴水公園にも人が集まると予想されています。ニュースマグビ。